桜井高弘、桜井高弘、桜井高弘、1974年6月13日体は、日本の男性声優、ナレーター、ラジオパーソナリティ、インテンション所属。米屋を経営する一家のもとに、三人兄弟の長男として出生。幼少時代に、テレビで偶然視聴した声優に対するインタビュー番組に衝撃を受けたことで、 声優業に関心を持ち始め、中学時代の国語の授業で、担当教師から言われたことに影響されて、本格的に声優を志すようになった。岡崎情勢高等学校卒業、代々木アニメーション学院名古屋校、81演技研究所卒業後、1996年、テレビアニメ、爆走兄弟レッツボー、で正式にアニメデビュー。 養成所卒業後、関俊彦に憧れていた影響で、81、プロデュースに所属することになった。正式なデビュー以前にも、養成所時代からすでに、ラジオドラマなどの仕事をもらっていたが、デビュー後しばらくは、オーディションを受けても仕事が決まらない時期が続いた。25歳を迎える1999年に、声優を辞めようかと思い悩んでいたところ、デジモンアドベンチャーと、 快感フレーズの2作で立て続けにレギュラーを獲得し、同年には初主演作となるゲートキーパーズで自身初のキャラクターソングを歌っている。2001年サイボーグキューザサイボーグソルジャーで主人公の零零級役に抜擢されたのを契機に活動の場を広げる。2002年3月 BSQR489 で放送されていたラジオ番組 広い王子アワー高広、マリノウナギョクが終了し、10月には、アニメゲーム、声優、特撮関連楽曲のカウントダウン番組、A&G メディアスーションコムチャットカウントダウン、文化放送のパーソナリティに起用される、初代アシスタントパーソナリティは、上田かな。2003年4月、全身のラジオ番組、桜井工房を引き継ぐ形で、チェリーベル。 文化放送の放送が開始する。2002年から2004年にかけて、ボーイズ・ラブ系のドラマ CD に数多く出演し、キャラクターの心理描写に固執した役作りと高い表現力で知名度を上げた。2005年8月、ファイナル・ファンタジー・バイ・アドベント・チルドレンが第62回ベネツィア国際映画祭に出展され、クラウド・ストライフ役としてレッドカーペットを踏んだ。これは、 日本人声優としては、山寺光一に次いで二人目の快挙である。同年、のんこと伸びたのアニメスクランブルにて、第15回アニメグランプリ、最優秀男性声優賞を受賞。2006年9月、自身が運営に関わる劇団ジョイ2006の舞台、エタニティが、三谷幸喜の東京サンシャインボーイズの穴の盗作であることが、判明し、劇団は、 謝罪文を HP に掲載した。これを受けて、桜井は三谷に直接謝罪し、10月から11月にかけての約1ヶ月間、当時担当していた3本のラジオ番組への出演を見合わせ、放映中のテレビアニメを除く全ての仕事を自粛した。当時雑誌で連載していた2本のコラムと、桜井高弘のたまりは、モバイル A&G は、翌年まで一時的に休止状態となった。 2006年以降は、イベントや CD などで、キャラクターソングを歌うことがなくなり、語りとして参加するようになる。2011年4月22日、ファミツーアワード2010、男性キャラクターボイス賞を受賞。2012年、第6回声優アワード、海外版賞を受賞。二千十三年には、レコード会社との一年間にわたる、競技の末、白熊カフェの、 キャラクターソングを歌うことを自身のラジオ番組内で発表した。なお、新緑のキャラクターソング CD が発売されるのはメモリーズオフことぎれたフィルム以来およそ7年ぶりである。4月からはデビュー時から在籍していた81プロデュースから離れフリーで活動することをラジオ有限会社チェリーベルで報告した。2014年7月20日 公有の鈴村健一が設立したインテンション所属となったことを公式サイトにて発表。2016年10月25日、逆殺期間、ジョン・ポール役として、クラビス・シェパード役の中村雄一と共に、第27回東京国際映画祭で、レッドカーペットを踏んだ。2017年1月4日、ノンコとノビタのアニメスクランブルにて、第26回アニメグランプリ、 最優秀男性声優賞を2度目の受賞。好きな声優、尊敬する声優として、中尾隆星、超沖谷隆太郎、関智和、高山美な美な,などの人物を挙げている。デビュー当初より、黒縁メガネをかけていることが多いが、視力自体は2.0で、縦メガネである。イラストが得意で、イラストレーターを目指していたこともあるという。キャンバスに虹色のスケッチでは、 アイキャッチでイラストを披露しているほか、コードギアス反逆のルルーシュ R2 の最終話では、原画スタッフ、アクティブレード起動教習室、第8係第2期では、ロゴタイプデザインとしてもクレジットに名を連ねている。趣味は、野球、ショッピングやインテリア、音楽鑑賞、B 級映画鑑賞など多岐にわたる。収集癖があり、メガネや帽子、アンティーク雑貨などを集めている。 以前は、熱付けや、ブルボンキーホルダー、1960年代に作られた、フランス製のキーホルダーのコレクションをしていた。年末休暇などには、番組の制作スタッフや、声優仲間とスキューバダイビングに行くことがある。好きな食べ物は、寿司とそば、苦手な食べ物は辛いもの、生クリーム、トマトも苦手だったが、現在は克服。ラジオ番組や、 テレビアニメなどで頻繁に共演し、2014年7月、以降の自身の所属先の代表を務める鈴村、健一と、福山淳とは特に仲が良く、藤原慶治とはプライベートでも親交がある。もしも声優になっていなかったら、という質問には、実家の米屋を継いでいたと思うが、それも良かったかもしれないと答えている。太字は、 メインキャラクター、ロバート・パティンソン、太字は放送中はインターネット配信。太字は放送中はインターネット配信。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。